h ロ l l o e v e r y o ジョ l e ア s カさあ今日も撮っていきたいと思いますね、えー、この YouTube そろばんチャンネルでは皆様のおかげで YouTube 側から CM 広告代をつけてもらっております、えー、たまって金額に関してはですね、えー、このような仮想通貨の方に交換しております、えー、現状ではですね、えー、メタマスクの方に、えー、イーサリアム イーサリアムという仮想通貨と、あとここに表示してある XRP、リップル、あとはサンドボックスのゲーム内で使えるサンドですね、えー、こちらの方に交換しております、えー。なぜ仮想通貨に交換しているかというとですね、えー、年内ゴリ先生の目標はですね、メタバースプラットフォーム上でですね、 え、計算大会。え、多分クラスターというプラットフォームを使うと思いますけど、そちらで計算大会を開いて、え、賞金に仮想通貨、賞品に NFT なんかを出していきたいと思っておりますので、え、最新のブロックチェーン技術、え、Web3 なんて言われますけどね、そういうものに加害に挑戦するそろばん先生がいてもいいなというふうに思っております。え、ぜひそういうような考えに賛同していただける方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、やっていきたいと思いますね。え、復活、え、復活え、びっくりマーク。 クエスチョンマークはい、えー、英語読み上げ残競技、えー、全国大会2023ということでですね。えー えー、ゴリ先生がですね、えー、ちょうどまあコロナの前でしたかね、3年ぐらい前になると思います。えー、うちの生徒も3人ぐらい連れてですね、えー、英語読み上げ算、読み上げ暗算のですね、全国大会に、えー、参加させていただきました。えー、代々木のですね、オリンピック研修センター、えー、だったと思いますけどね、えー、あちらの方で参加、約3年ぐらい前だったと思うんですけどもね、参加させていただきました。まあ、あの、 えー、いろいろあって、コロナもあってですね、で、えー、それから、えー、ちょっと、あのー、読み上げの大会は、えー、開催されてないと、えー、ただここに来てですね、えー、いよいよ来年の春、3月、 えー、をめどにというようなお話だとは思うんですけどね。あの、また詳細は、えー、立ち上がってきたら、また随時このチャンネルで報告していきたいと思うんですけど、えー、来年の春、えー、復活させるような動きがありますよという情報をいただきましたので、えー、紹介させていただきます。 えまた、多分概要、その大会の概要であるとか、ね、えー、細かい内容、開催日時であるとか、費用であるとかですね、えー、場所等は多分サイトが、ホームページが立ち上がってくると思います。また、その立ち上がり次第でですね、えー、もしかしたらこれ、大会名も、えー、変わる可能性は十分あるとは思うんですけどね。あのー、こちらで紹介させてもらいます。はい。で、 まあ、えー、なぜ早めにあのー、紹介をさせていただいたかというと、ですね、えー、やはり生徒のみんなのですね目標目標になると思うんですね、大会、えー、あと検定試験も当然そうなんですけども、えー、特に英語の読み上げ、読み合いに関しては、ですねあのー、やっぱりまだまだ、えー、少ないと、えー、競技人口も少ないでしょうし、えー、ただ、 大会、大きな大会に関しては、まあ、来月、ゴリ先生のところも7月、ま、え、あ、ー、代に大会出ますけど、大きな大会に関しては、フラッシュ暗算と英語の読み上げはもう最近、えー、どこでもあるのかなという気が、えー、しないでもないので、やってる選手も当然多いとは思いますけど、まあ、その他一般の競技に関、競技よりは、まだまだ、えー、英語読み上げ、えー、やってる選手っていうのは、まあ、えー、少ない方なのかなというふうには思っておりますけど、で、こう、大会があるとですね、やはり そこの目標、来年の春、来年の3月までに、まだ今、6月、まあえー、残り半年以上あるわけですから、えー、9か月弱か。えー まあ、9ヶ月もあればです、ねえー、しっかり練習をしていって、えー、その3月の大会に向けて、えー、例えば出場できなかったとしても、まあ、出場を目標に、えー、入賞できなかったとしても、出場を目標に練習してみようであるとか、やはり今、えー、時代的に国内の学習、教育環境、えー、非常に英語、えー、避けては通れないものになっておりますので、保護者の方も非常に興味は大きいと思うんですね、でそこで、まあ、この大会が復活というのは、非常にいいことだなというふうに思っております。 また、あのーまあえー、まだあくまでも仮の状態なので、えー、詳細に関してはまた、えー、ホームページで出てくるとは思うんですけども、えー、やっぱり時代,時代背景時代の進化とともにですね、えー、オンラインで、えー、例えば同時に、あのー、さっきも言ったみたいに例えば大会,リア,ルの大会、えー、リアルの大会はちょっとレベルが。 ただ、英語の読み上げが興味があると、そういう子たちが全国にはいると思うんですね、そういう制度の子たち。そういう制度向けには少し桁数を落としてですね、桁数を落として、大会の開催時間で同時に、例えば YouTube なんかを使って、アトラクション的な部分で、桁数の少ない部分を同時に読むとか。 そういう部分もどうも企画されているみたいなので非常に進化してパワーアップしてまた英語の読み上げの決定戦競技大会が帰ってくるんだなというところがそんなような情報をいただきましたので報告をさせていただきますまた来年の3月ぐらいをめどにということなのでまだまだ約9ヶ月ぐらいですかありますのでね あのー、細かい情報が出次第またこちらのチャンネルでも、えー、報告していきたいと思いますので、えー、英語、えー、非常に、あのー、今の えー、小学生を、えー、中心にですね、えー、小中学生ぐらいか、もう絶対的に避けては通れない、えー、教会になってきておりますので、えー、ここでやっぱり手段業界、そろばん業界としても、えー、英語の読み上げ、読み上げ暗算の大会というのはですね、絶対必須かなというふうに、ゴリ先生も思っております。はい、えー、最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。またこの情報に関してはですね、あのー、新しい情報が更新され次第、こちらでも、えー、 紹介していきたいと思いますのでぜひ、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、最後まままままでででごご覧いいいたただきしししてありがとううざいますす感謝ですそれではまたお会いしましょババイバイ